それいけメッセンジャー,ジャーこんにちはメッセンジャー黒田ですどうもこんにちはメッセンジャー愛原ですこんにちは MBS アナウンサー向川智美ですまあ7月の、えー、15日、ね、皆さんもそうかもしれないけど夜けにピンポンピンポンなりませんか<え>ピンポンピンポンあの卓、ー、球便さんが ああ今の時期ですかお届け物とか受験がどんどん増えてきましていただき物が結構家にくるんでうちはそういうものがなくて謎の小箱ばかりが届きます謎の小箱ね謎の小箱がね一体何って言ったら答えない言えないとても言えないなんか自分の門以外はあんまり開けへんね女の人って。 もちろん,んそれでも開けてあかんのちゃうんい,いや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 開始なうちのだから大概お中元やんか。お中元で来たものが。うん、あんまあ、開けへん,んの俺がいつも開けるけ。それはやっぱりあれちゃいますかその世帯主の方がやっぱ開けるという奥ゆかしさを持ってらっしゃる自分の奥方がいらっしゃるだかけそら品とかはそんなはすぐぱっと開けると。いそれはそうなでもあれ いやなんか自分の興味ないもんやと開けへんねんな,いな。いや,いや取っときますよやっ,ぱりおやっぱり自分以外のもんは開けたらあかんっていうルールじゃないの,、うん、の郵便物は見ない、うん、郵便物は見ない、ねまあ、黒田で来てるからね黒田自体で来てるから別にその俺個人じゃないのが分かるんだ、はい、おおじゃ黒田じゃないと思ってるんじゃないですかそれから引くような勢力さえばっかり届いてる <laughs>、えー、それもそれは嫌やしな <laughs>、うん、でもまあまあよけ届くわけですわ。はいうん、でまあ、まあ、嬉しいもん って言たらやっぱりそのなんて言ったらいいのそのもうなんかこう日持ちするもんうんあの普段ん自分のお金では買わない例えばちょっと高級なお茶とかお茶っ葉とかええのりなかなかのりも自分で高級なのりって買わないじゃないですかああいうのはちょっとおしいです淡路のねところが僕のり業のり漁業やね海苔のりくれん淡路島ののりって有名もね。 今年は今ノリバカ狩りしたんしてる？そうなんあの有明海のノリ有名やんか。あそこにあの赤潮が発生してノリ全滅しちゃって。そうなんだ。で、そのよそのね愛知県とかいろんなとこノリ作ってるところの。はいはい が全部そこの発注来たから急にゴーンとこう上がったわけです淡路島でじゃあ賄ってそこで作らなあかんからそういろんな場所ね有明海が結構大きいねそれがバーンと上がなって海苔がもうまず去年ごっつい上がったんですよ倍ぐらい上がったんよ じゃスジヤさんとかも大変なんよね。あ,あでしょうね。オシャオシャル通りのりままのりやな。あの辺は嬉しいね。自分では買わないから。うんうん、山梨はどうなの？うんはい、あの俺ら大阪人は、はい、味付けのりが美味しい。うんうん、でもそっちは何東京飛行やから。 うん、焼き海苔か。焼き海苔ですね、やっぱりね。うん、うちも焼き海苔やな。はい、いや、俺やっぱ味付け海苔やな。うん、やっぱ、焼き海苔、まあ、うちは東京ですからね、僕以外は全部東京やから。うん、焼き海苔って贅沢ですよね。い贅沢いいや贅沢なんやけども、贅沢味付けの。味付け海苔でご飯食べたよな。うん、あの、あ<ー>味付け海苔は、まあ、美味しい、美味しいですけどね。 その焼き海苔をこうで、コンロでパッパッとこう炙って。これは関西人はそんなに。まあ、関西人ですか。味付け海苔。ってこう、ああ、おおって、それを。だかじょ、あれは上等なもん食べたら、さすがやなと思いますね。鼻に抜けます。鼻に抜けますわ。味付け海苔はね。ごめんなさいね、美味しいんですけど、吉し氏がわからない。いや、ええやん、ね関西人はみんな味付け海苔なはずや、そりゃ。味付け海苔。朝に出てくるな。朝食が。 旅館でな、出てくるわな、ほなら、海苔ついとるがな、これ焼き海苔やったら、がっかりやな。やっぱ味付け海苔やな。向こうのね、関東方面で、あ、焼き海苔出てきた、ああ、ここはちょっとあれかなと思いますよね。ちょっと違うなって思いますもんか。贅沢。ご飯、よう食べたい方なんかな。いや、ご飯、やっぱり、ご飯が朝ご飯の味付け海苔やで、やっぱり。そう、あの味のついてる。味のついてるから、な、バカンシの。いや、豆は、あれはあれでも美味しいよ。

今もやっぱりカルピスですかお中元といえば。いやカルピスきた嬉しないですか。自分で買わないグレープ味とかオレンジ味が届いた。しかも昔時代やったの瓶でしたけどね。今ちょっとプラスチック容器の昔あのポンポンと開けたホー世代やけど今ね。ちょっとちょっとちょっと待って。私だけみたいな言い方やめてもらえます。みんな瓶の時代じゃないですか。やっぱりね夏の暑い日に寝汗をかいて起きるやんか。な。 あのカルピスのいっぱいはもう何にも変えられへんはうまいやろいや朝起きてカルピス飲むんですか朝あの熱いやりやん蝉、うん、の声で起きて、うん、起きい蒸し暑い蒸し暑いクーラーも切れてるで俺はもう 寝汗結構かくんですわ。その時の朝の一杯のカルピス、これはもうね、何者にも変えれない。わざとコロンコロンって鳴すもん。俺ちょっとなんか、例えば風呂上がりで喉乾いた。で、まあおとだえたらビールって言いがちやけども、僕その時はカルピスのを。あのアイスさんはカルピス。俺もすだちスダチジュース。何すだちジュース？何が入ってる？徳島のスダつい最近覚えたボドを言うなよお前は。 ちゃう僕ねあや僕ねまだに覚えてるんですけどね多分小学校の低学年は思うねんけども来ましたね夏祭りつれていたんすよタボつぶしまあ夏祭り当時は娯楽がそんななかったから夏といえば夏祭り町内あげてる夏祭りそこに集まるわけでよ。ね人がごった返すわけですわほんならね暑いんですよ暑いなめっちゃ暑いやんのが タライにね、はい、レモンを浮かべてね ジュース売ってたんです氷って覚えてないかなこれにレちょっと待ってなちょっと待ってたらいに氷を浮かべるそこでんか細長い昔懐かしいコーラのね今はちょっとあんまりないけど細長いコーラとかファンタとかそれはあったかもしれないけどそうじゃなくてジュースを売っとっていっぱいこうひしゃくで作ってごめんなさいねちょっとかかんみ屋さんにあってその何冷やし飴とかねああそうやゃう それは、そのね、冷やしやべあの、あれですわ、あの、たらいに。たらい、何個かあって、その、もしか、そのうちの一個に、もしかしたら。冷やしやべいや、じゃ、あったかもしれん。僕は、その時、どっかのおじさんや、誰かわかれ、今考えたら。 誰かかいおじゃあ誰か連れてってもうたよ俺は夏祭りにおい大丈夫か誰か分からい人に連れて行かれてそのにレモンを薄く切ったやつが浮かんでる白いジュースが売ってたんですそれをたら色の中にそれがもうタンと入ってなんとか言ってねそのままそれが飲んだ時の甘さがねたまらなく美味しかったんですよで僕レモネードですか いや今で言うレモネードやけども、うん、僕は大人になってからそのアメリカのレモネード、うんだけどこんな甘くなかってその甘みじゃないと思っとったやんで、うん、俺はずっとこの味はどのどっか一回しかそれ飲んでへんから俺はね僕はこれ何の味かに似てるけどこれどこもちゃうどうやってもこれは再現できへん思っとった時に、うん、僕は。 徳島ののすだちジュースっていうのに巡り上げたんですよ、はい、もうこれがこれやとこの味やって思ってこ,これやあの時のあれはすだちジュースってちょっとねちょっとまあ大人が飲みそうなそうね酸っぱめのめちゃくちゃ甘いねん甘いのあの夏以外飲んだらすっごい甘いねんだから多分お今お前が綾が飲んでも「もうこれ甘いで」って言うと思うんやけど俺はこれを。 サウナ入った後にこれを飲むのが今淡路島で楽しみやねん淡路島で売ってんねすだちジュースすだジュース徳島のすだちジュース共感をなかなかこうそうねえ得られない話でせめてそのすだちジュースはまあ我ら実際売ってはるんやからその子供の時のまだお祭りの話のなりたらいの中のレモンジュース全然共感がはっきり言って絵も浮かべりゃ想像もできへんどんな感じのそこで秘釈ですくって めっちゃたいねッッププはどんなの紙じゃなななくててプラスチックののよう気ががつきますす多多分分ねね杯円とかか俺は払っいいららそれももごで今考えたあれ砂糖水ったと思うねか砂糖水にレモンの輪切りおすすめなだけちゃうかなと思うけどあの時のあの味ってあるやんか。 それなん,かなんか分かんないけど子供会か何かでソフトボール大会とかに集められておいおいほんでその近所のおっちゃんらが、うん、多分そんなジュースー熱中症とか慣れんなジュースを簡易的にコーヒーで作ってくれたのを飲んだ気はしますけど<ー>まさかそれを祭りで商売や、ね、って,た売ってた無許可で。 多分許可取ってあの当時は勝手に売るという今で考えたらもうほんと老けつ極まりないと思う砂ぼこりやったし岸和田も下町でしたけどまあそういうのあんまりなかったかな祭り祭りによってちゃうんですわだって今でいうと橋巻きなんてあれ九州のもんやからなあ今もポピュラーですねあれポピュラーやけどあれもともと九州の福岡とかアナで売ってたやつやからそでなんだそうなんだそうなんだそしてるだそうなん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 だそ のやつやねスルメイカのやつやつおいしいやつよいやあれイカ焼きは俺嫌んイカ焼き言われた大阪人はやっぱりこうュッとあのね山かのし四っちゃんイカがあるからねやっぱりイカを焼く文化っていうのがあるんですよいやどこでもイカを焼くうちらもイカ焼くけどお祭り行ってイカ焼き買うてきたって言われた時にあのイカ出されたらテンション下がるえめっちゃ上がりますよいやいや俺は家いやいや俺は家大阪人は家やねんそれがこれあっち行ってもあかんもんなあの兵庫言行ってもないやろ 焼焼きき、阪神やからあるんかな大阪でも大阪ちゃうかな大阪だけかなあんまり兵庫とかも聞かんね青江島のピン酢焼きって知るピン酢焼き知らない知らないこれはねもう本当にあの一発で売り切れるぐらいあとどこで神社とかもうねそれはももう15個ぐらいしか焼いてないちゃうじゃい あれなんですわすごいんですよピン酢焼きピン何何中身はなんですかあのこちらで言うねあのカステラベビーカステラベビーカステラの中身が焼けてないやつ生じゃんそうカスタードでもなくなく中身がこれがね出来上がりで美味しいんですよ生なのに生やのにえ ピンス焼き本当<え><え>だなのこれ何このえ液体はそのいわゆる固まってない液体のわけ小麦粉じゃないけどねカステラの元ってことですよね<か>の生が中からとろと黒田さんが多分お好きというぐらいですから、ねはい、この人甘いもんはあんまあんまり食べないんですけども、うん、その人が好きっていうからまあ、ほんま素朴 極まったような味素朴を一番削ぎ落として素朴っていうものを多分凝縮したのがこのお菓子屋さんに入らないんですよお祭りの時のさすがに深川さんもじゃあ買ってきてくださいって言わないのがすごいですよねそれはあかん一回食べてみないと何があのもらうんやったらえっお中元やこれ今お中元の季節でお中元ねれはまあカルピス嬉しいな俺は海苔やな ああ、私やっぱりでもお歳暮っぽいけどハムとかがいい。うん、ハムも高いね今。知ってますよブロックハム。ハム。ブロックハムか。そうブロックハムブロックハムやっぱり私大好きブロックハム。うん、も確かに焼いたうまいわな。美味しい。エ、えー、ハムはな。そうなんです。本間のステーキのうまいときあるわ。そうなんあそれはない本間それはステーキのが美味しい。ステーキよりうまいときあるよなハムのな。俺好きやわ。いや俺ハムとかああいうの好きやけど。うん ステーキよりお美味しいやろ。あステーキより美味しいハムはあありますよ。いやいやほらないって言ってるやんほら。ステーキはしつこいやんやっぱり。いやそれはわかるよ。ハムを塩塩コショウだけであめ料理うまないやろ。うまいっう。まないって。でもでもこれちょっとツーなのかもしれませんけど、池波正太郎先生ってすごい食ツーやったんですけど、そのハムのステーキって書いてた。 このおいしいハムを焼くそのハムのステーキってすごいおいしいと書いてあるあれだから常温に戻してから焼くんがうまいそうそう冷たいままじゃなくて冷たいままやって焦げちゃうねそうそうそうハム食いたいな黒田さんというのは食通なのかいまいちよくわからないですあね自分の子供時代にこう幼児対抗してるあやら分かってない肉焼く時は必ず常温や常温に戻さなあかんね これはもう基本中の基本焦げちゃうんで中が火通りにくくなるんですもう肉鶏肉でもそ何ばキンキンに冷やしたやつあんまりいやいや冷蔵庫冷蔵庫がそのまま塩コショウで置いたりはするわ冷蔵庫で出したままをバーンと焼いたらいきなり焦げてなだけ焦げてたらあかんっていうことがあるぱこれはもう常温にべて戻してこう焼くハムもしかりですわ もうあのハムのほんまにあのえやつはうまいな。美味しい。もう大好きロースハム大好き。ハムの高い。ハムってあの薄いハムちゃうれ。ロードロード。フロコンハムの。ガッと切ってな。はい。ベーコンもええな。あベーコンいいですね。ベーコン私大好き。ベーコンエッグとハムエッグどっちにしますかって言ったら悩むよね。私はベーコンエッグ。ベーコンエッグつけたら。ホテルとか。ホテルとかどっちする？ベーコンエッグ。ああベーケチャップと。

もうバーンとバーンとかけるんですよ。それが大嫌い。大嫌い。いてるぎ丁寧に塩コショウをなくずさように食べるんでしょ。あれたそれをでもバーンってかけてもらった。置いてないもんケチャップ。それを食パンと巻いてね。大役や。どういう食べ方ですかそんな。それはだから余裕っていう食べ方で違います。違います。それは名付けて余裕。余裕。 人にだから物を配らずに渡すときってな、気使いますね僕あの、先週あの、大月さん最後やったやんか、<ー>先々週で、僕、ちょっとあのキーケースをね、キーケーケス僕今、おすすめの、はい、マーシャルっていう、あのアンプしてる、あいや知らん、ギターのアンプは、ね、あるのよ、マーシャルって結構有名な、世界的に有名なマーシャル、そのアンプの形したちっちゃい長方形のアンプ型のキーケースあね。 ギターの,あのエレキギターとかつけるときにこうジャックで置いてカてコードつけるやんかんそのコードの部分がキーケースの形になってキーのーで玄関にひつけとったらシッガチャッガチャガチャってつけとけねだからで行ってきますってっガシャッて抜いたらいけんのよあそれごとそれをブシャッと抜けるおしゃれなやつやんだけど、はいはい、でそれを渡したら今日ねなんか大月さんがお返しに行ってくれてんけどえなんですかこれね。 こんなんあんねんな。なに、ね、どういうもの。これ、ミニ流しそうめん。え <laughs>、ね、なんで、ね、え、ミニ流しそうめん。一人でやるってこと。ちゃこれは。はい、これはね。はい。今までの流しそうめんの機械って、大きいやつ。はい、なんか、かあの、流れるプールみたいな。そう,そうそう、ちっちゃい流れるプール。どういう構造か、分からへんねんけど、はい。めちゃくちゃちっちゃいですよ、これ、うん。これ。あの、お皿に置いたら、家庭そうめん流れるねんて。 ほだから丸い大きなお皿に丸い大きなお皿あるやん5回やでこれを真ん中に置くやんか水流がこう水流がなってるとそうめんがわっと回るらしいちっちゃいモーターなんやわそうそう水を動かすらしい音がうるさいんちゃいます知らん話やっつかってて悪いことばっか言うなようっとうわ そう言うてたらええないか別にいやだって気になるじゃないですかそんなね水を動かす水を動かすらしいねオインって言いますわそれいやいや言うてもええねやそれは黒田さんのことですからねそれはまあ一人で嬉しい嬉しい大きいお皿で今日早速一人きりで流しそうめん奥さんにも食べさせない孤独な流しそうめんどうこれいやいやなんかさすがなんかおしゃれなんかこじゃれたもう送りはりますなこれは洒落てるんですかなかなかちょっと洒落てるんじゃないですかえいらんいらん 夢名だよおご飯やな。有名なんかないよ。い,いやじゃやめてくださいよ。だってさ、えだってそうめん食べるときにさ、まあ、これ <laughs> 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 もうあ。 あ、う前に壊したチがンス大丈夫ですかうちは子供がおるからこんなモーター嬉しいかなと思いますよたまにやってみたいよこれずっと思ってたんですそうめんを流す必要があるのかなそれ言い出したらもうきりない夏休みの子供会で竹切ってさ川の水流してねそれは子供たち見てたらあ楽しそうやなっていうぐらいの気持ちももう 流してしまいましたか <laughs> <あ>さっきもたう、ね、なんかこう放送始まる前にもうなんか楽しいこと何もないですわって鼻ほじっとったわいやほじってませんよたんわ <laughs> そんなリアルをねスタジオに持ってこんといてください <laughs> 僕はそういうリアルが嫌いなんですよいややりたくないかいやりたくないですなんでもそんな楽しいことないっていう何言うからさ流しそうめんでそんな気分上がりますかいや 普通の俺なそうめんただで食うよりかは、はい、これ1回やったらちょっとテンション上がれへんかい一回やってみようってなれへんかい子供やねいや子供とか踊れなくて <laughs> なあまあだからまあ、まあ、もうたいい、まあ、嫁さんと2人でおったらやるかやれんか分からへんけど、はいまあ、例えば子どたら、えー、まあ

これ大きな穴出してきてさでなんか追徴してなあら水も洗って山草くさいやんかそれやのにこれのお皿のとこにポンと置くだけやとか言うことないかいまあまああのもうてあこじゃれたもう送りなんだと自分では買えへんやん自分では買えへんえーでも私じゃ黒田さんに何か買うって言った時にこれは選ばないと思うお前お前大月さんの気持ち考えてんかお前ごめんごめん大月さんが全然空気を出ないみたいやんか <laughs> え俺ご嬉しいよこれいだから人にこういうものをあげる時にセンスのある人いてるやんかん俺それはすごいなと思うのよ。だから 何をね今例えばちょっとねまあ知り合いの方にごちそうになるのは分かってるでその時の手何を持っていくね分かる夏場やったらこのチョコレート菓子みたいなのはちょっとあかんやんかで生菓子もちょっとあかんでしょで一体ね何を持っていくのが一番いいのかなってお前でも正月にブリ送っとったらそうやでブリの爆弾やで二度とおブリ一匹たまにわマチしかも12月31日の夜お届けした 内キッチンがいやだからそれが今困っててで今ちょうどなんか、えー、日本酒の詳しい焼き鳥屋さんがあってそこで、えー「美味しいですねこの日本酒」っていうのがあって、うん、それを今家で買って飲んでるんですよ。うん、で 値段も手頃で750ミリリットルやったらまあまあ知れてるやんかで僕が今飲んでる日本酒ちょっと試しにどうぞ冷やで今飲んだらまあお酒好きになまあお酒好きという前提ですよもちろん俺はねあの何をあげる正気屋のポン酢これ喜ばれる正気屋のポン酢これ喜ばれんねん知らん知ってる美味しいよなあのポン酢美味しいと思うポン酢はでもポン酢嫌が言うとおれんやんポン酢は迷惑じゃないですよね何くれんのよんな俺に 食べ物がいいんですかいや食べ物じゃなくてそうだ六川さんのセンスやハイセンスだ自分がハイセンスを自称としてて何かちょっとお礼に差し上げたいっていうねちょっとおたせじゃないけどあんまり手荷物になるもんもあかんしこれほんまセンスあるねマーシャルのあれ見してよ出せやお前いや私でもあのかっこいいパンツとかあげたいですえそんなんいらんのパンツって何下着下着それごちそうになる時でそのパンツを持って ちょっとおかしくないですか。えびる唇でやったの。こういうやつマーシャルの。ああ確かにかっこいい。おしゃれやろ。おしゃれおしゃれ。これお高くもない。高ない高ないだからこれをあの扉のとこに置いといて出ていくときにガシャン。ってやっぱりあの人の趣味わかってるな。大月さん音楽大好きやろ。ちゃうよ別に全然しません。大月さんはあのあれねあの別荘持ってんのよ。 別荘あの音楽の声を見たりしてこれは音楽関係ないあのね何て言ったらいいのアメリカンチックなとこ感じにしてはるからちょうど合うのよでも知らなかったでしょマーシャルを行ったことあんとすないないないしマーシャル多分知らないとこですもうて困らんもんやろなえや何くれるよ私この間パンツは今キャッカですパンツはちょっとパンツはちょっともう変な関係あんのかなお前には。 なないわわそもんんもかっ50代真ん中の人がね一緒にご飯食べに行って「<laughs> ちょっとこれ奥様にどうぞ」とか「ご主人にどうぞ」言ってて「んこれ何ですか?」パンツです」ってそれ、えー、なかなか聞いたことはないですねえ本当ですかパンツはいらんなこの間、えー、と後輩の男の子まだ入社5年目ぐらいの男の子誕生日だったんです。うん、で「お母さんプレゼントくださいよ」って、まあ可愛く言ったからいつもその子私の誕生日に動画を送ってくるんですよ。 向川おめでとうございますって動画をいつも送ってくれるからか可いいからほなもうなんか買ってあげるわって言ってなんか買ってあげるっつっても隣に行くしかないんですけどロフトまあまあそれでもセンスねそういろいろあるからと思ってどうしようかな何これはめちゃくちゃはられてますよね後輩もしくは同僚たちに「向川いて何を買ってくるんだお前な何なんだ一体と思って」であのアロマの香りがプーンとしてくるベッドサイド に置くランプを買った。なんでよ。趣味がおばさんだな。だ違うでしょ。おしゃれでしょ。趣味。でそれを家に持って帰ってどういう風なんかいやなんかなんパンとかアロマベッドの上なんかエロを感じるわ。やっぱりやっぱりなんかね多分そういうのでねこういう多分ななんか欲求不満たまとかそんなあげてで。あのねで家帰って。 本当にリアルで開けて、そのリアクションを動画で返してって言ったんですよ。し年ね。<laughs> しいね。テストみたいなもんね。んなな本当にめんどくさいわ校長先生と思いながら、じゃあ僕今から開けますって言って動画で撮ってね、な、うん何だろうなんだろう。あ、ありがとうございます。僕嬉しいですって言って、まあ動画は終わりました。で、そこの下の文章に。 向川さんとの思い出で「僕のベッドサイドはいっぱいです」って書いてあってこれ読む人読んだらびっくりするだから全部下ネタの話直通するようなもんばっかり送ってんねんてそれは心の乱れよなるほど乱れてんのかなこれもう心理学の本読んだことありますそんなふうに書いてました絶対書いてないし読んでないなあやっぱりそういうのってそそうやんお花あのね幸せな時にねバラの花もらったらしいでしょだからそれ幸せやからバラの花もらったの これね、僕らがこん例えばまあまた例題で出しちゃえばですけども、はい、一番ピリついてる時に例えば六社さんに、おい <laughs> らが二人から誕生日にバラななったらもう多分投げつけられて、ねはい、そのタイガージェットシマリに殴りかかってくる <laughs> い。いや本当に。にバラは食えねえだろうと。<ー> <laughs> <laughs> だから、心理っていうのがあるんですわ。わ、うん、なるほど。だから、うん、なんか、わかんないですけど、下も的などうかはわかりますけど。えー、その恋愛みたいなところが、すごく今渇望してるんじゃないですか。だから、その、そうも,もうむちゃくちゃ。 圧倒的な年下の男の子にでさえ、そういうセクハラまがいのことしてしまうっていうのは、<laughs> これ逆に、俺がね、若いその新人の,あのアナウンサーに、俺がね、ベッドのところで、この匂いを、いや、それは嫌がるでそんなめ、めちゃくちゃ嫌われますよ、めちゃくちゃ嫌われる、お前。メッセンジャーからです、言うてね。俺は人でかい。二人はきついわ。二人はきついわ。そのアロマ選いや、人は余計きついわ。二人はきついわ。だ,だ,だから、 それはやっぱり心理的にもう多分ねああやら分かってずっと「反流反流言とったやん」「もうやっと手届けの分かってきたんや」で現実見たら現実見たらまあ乾ききったご主人とちょっと思春期を迎えた坊ちゃんなんなかこう心的に今まで嘘でもね「蝶よ花よ」で来てたけども。

行っちゃって恋はすんのはいいんじゃない恋はしてもいいと思うえ年齢は年齢層はどこでもいいんですかナイスミドルなんてねなね七中達郎さんみたいなかっこいい男の人もいるじゃないですか七中達郎さんねいや年格好で言うたらぴったりじゃない五十五今七中達郎さんが六60万七中達郎の名前をそんなピンと来にくいぞ今は 人もかお前とも80年代にね出すの。ハングマン。いや古いってそれ。<laughs>

三十代ぐらいですか三十代とかでもいいですお茶飲み友達やったらいいんちゃうな30代男性相手にお茶飲み友達でもやっぱり不倫はあかんからねお酒飲むぐらいはでもそれ止まれへんからそれで止まらない止まれへんよな三十ぐらいの男性は止まると思います うんうん、あちらがね <laughs> <laughs> その、女性側ですよね、そう女性側止まる、止まれへん、ねうね、ごっつい、だから、50代の女性が好きよ、30代、ほんまに多いねんって、もう<ら>お母さん。 何回も僕は喋ってるじゃないですかそれこそそういうジャンル分けをしてるときにねそれこそいろんなジャンルありますいろまあ例えばギャルとかいろんなジャンルの中で熟女が一番多いもう今30過ぎたらそのジャンルデータ熟女で向川さんはもう熟女のもう一個上熟女です熟女高齢熟女。 高齢宿女のカテゴリーなんです。そそれは一字の狭いんです。狭いんです。ちょっとそこまで。だから宿女というカテゴリーはだいたい二十八ぐらいから三十六七ぐらいまでなんですね。えそんなに若いですか。十超えてくるとちょっと高齢宿の範囲入っこうムカさん見てたら幸せも全部持ってるやんか。そんなこといやそうやんか。だから結局やっぱり幸せのコップは決まっててね、もうあおれ出してきてるんよ。そろそろ。

圧倒的な年下ねベッドのあるアロマアロマいいじゃんすごい喜ばれましたよ喜ぶねるフリだなんかもっとお母さん的なものあげてください一人暮らしの男性やったらおいしそうなふりかけとかご飯んの時にちょっとね栄養足りひんのちゃうか君らみたいな子っていうのはこれでだいぶ食物のあれが取れるからいう方ほうがヤクルトの空き箱での毛糸で作った人形とか。 <laughs> 夜なめしてね、ねな、五円玉で作った亀とかね、<laughs> <laughs> ああ、もうたばこ屋やないねんからって言うわな俺、俺なか。 あああったじゃないですか。それでもありがとうって言ってくれるんでしょうね。まあ言いますです。しいですって言ってくれる。面白いやそんなんセブンスターで作った傘とかね。あったあった昔。あの車のチェンジのところにあんだけあのあのなんかこういう丸っこいあのケイトのやつ。あケイはい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 。そうそういうのちょっとやっぱこうやっぱすごいですね。その辺は女性っていうのはいつまでたってもね。 やっぱりね。その欲求不満がたまってのは認めなちゃないですわ。さっきの音のね。その本番前に。もう息を吐きながらね。楽しい。変貌やな。玄関。玄関。黒田さんにまで言ってしまったっていうのはそうかもしれない。その。溢れ出る。溢れ出るこう。 なんか楽しいことないですかって黒田さんに私言ったんですよ。俺別に普通に楽しかやら別に。俺は楽しいとか言われて別。別、た、別にだってええやん健康やし。ええ<て>やん。うもう欲張りすぎやって。 そんなに全部無理やん持ちすぎやん金持ってる旦那おる子供もも子供もおるな元気やんええなええ車2台も3台も持ってるわけろ時計も高いののって持ってなそれもうこれ以上求めるのがもうなんかこう悲しいわ悲しい強欲顔に出てきてますよ強欲さがどうしようもうええやんかだって言うてる前に天然やで。 そうなんですよ。ね、あと六年も、五年半や。あともう今年であと五年です。五年や。<laughs> どうすんのよ。あっという間ですよね、五年なんて。どどうすんのよ、でもどうしようかな。てグリーナでも仕事なんかせえへんで。しますよ。 フレーやっても呼べへんそんなもん何で前上手やから守ってねんから何でよフリーになった瞬間石投げるわそんなもん西畑んちゃんと言っとくどこの事務所入んのよ事務所どこがいいかなって今今こんちゃんとこしかあれへんかなあ昭和プロね昭和プロ昭和プロおすすめって言われますおすすめやんだって上がどんどん伸びていくしそういう意味でちょっとでも平均年齢を若くしてくれるそうなほんにえらもう今年齢層だったからねほんまに桜井さんはもう一緒だ 昭和プロです昭和プロですよね桜井さんま、浜村先生はちょっとあれかもしれない近藤さんとで、わ若い子たちもたくさんいらっしゃるみたいで実はわかんないですけどうもそれはもう引く手は待て偉そうにできるやそこやったらでも今までそういうプロデューサー若いプロデューサーとかも偉そうに今まで言ってきましたけど不利になった瞬間立場変わりますね使われる方の立場ですから、それはもうかそれはもう西畑さんにもちゃんとプレゼントを買ってきます私は パンツで良ければ。パンツはやめとけんで。だ西畑君にもちゃんとパンツあかん。パンツあかん、あ,んあ,か,んあかんみたいな。いや、パンツをなんであげん、どんなパンツあげんのよ。え、だから、私が見て、あ、これ素敵って、こんなの履いてくれたらいいのになって、パンツあるでしょ。ないよ、俺、そんなもん。<laughs> 俺に言われても死ぬか。ただ単に男性パンツ屋さんに行きたいだけじゃないですか。そんなこと、ね。うわ<ー>。そう。 男性パンツ屋さんにいるであろう屈強な男性とちょっと接客してほしいだけちょっとあなた履いてみてぐらいのこと言うんじゃないですかどんな感じかわかんないみたいなちょっ,とくるっと回ってくれるみたいな最近そのなほんまにすると韓流スター追っかけしてから、はい、ちょっとそういうののんかその出てきました出てきたんじゃないですか出てきたんちゃうで今までぐっと封印してきたものがパカッと蓋が開いたんじゃないですか、はいえー、怖い自分でだって普通みんな言うやん男はだんだんなんな性欲でなくなっていく女性はどん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 上がっていく 上がっていくと聞いたで。そうなんですか。うん、男性はもう間違いなく下がっていきます。<ー>仕方がないよ、これはもう。うん、まあね。でも女の人はもうずっと上がっていってっていうよ。<ー>だから離婚した女の人ほど綺麗になるっていうやんな。確かにね。あ、本当ですか。だからまあ離婚性とは言えへんけどもね。ててんな,なんかそういう三十ぐらいのまあ、うん、あの。

どうなんや結構そう嫌がれまた言ってたんですかぐらいほんまあええねや別にそれはこれ顔見たら大体わかるやんかまた言ってたんですねみたいな感じやからあいつ足めっちゃでかいやろしてるあいつ足30センチぐらいあるってだもんめっちゃ足でかいねんでもそんな背高くないですよね身長はねえっ

うん、い,いわゆる競馬収録ですが金曜日にあって、はいはい、授業参観ってやっぱりお父さんでもお母さんでもええの今は <laughs> あどっちでもいいんですけどこの3年間のコロナで授業参観もできてなくてしかも6年生やからっていうことで、まあ、うちの嫁さんは行くとで、うん、俺はもうこのソロよけがあるからかまあちょっとやめとくわみたいな話してたら。おーおー なんか寝ている時かなんかの嫁さんが来てなんかやっぱどうしても見てほしいみたいやでみたいな話だね最後やからあ最後やから三年間も俺一回も見に行ったことないし仕事あるから三年間でもう最後でなんかまあ授業風景もなんかそのためにえらい勉強してるみたいな見たったらって言ってまあそうやったらもうギリギリになるけどもじゃあ行こうかあほんで終わってからまあその前もう一時半からやったんですけどあ行ってきたや。ねや ててきてでえらいまあ喜んでるからねかっこっち後ろ向いてわーって手を拭いてで英語の授業やったんですよ。<ー>で英語の授業でこうなんか先生が言うてみんなさ「せい!」みたいな感じの、えー、ててたが。 全然喋れてないんですよね。<laughs> <ー>で、うん、ね基本多分そういうとこって親御さんの前で分かりやすい質問をして、はい、よく答えられました,たなでだ,だいたい、はい、あの受付で来てますよみたいなことが分かってるからその親が来てる 子どもたちにだんだんこう優しい問題を、うん、当,て当てていくんですよね。で、それでも一応、分かってる人は手を挙げてくださいって言って、手を挙げて、手を挙げない子はまあ当てないんです、うん、やっぱり。うん、で、さあ、この問題分かる人って、はっって言ったと今に30人ぐらいいてるんですけど。はい 人らいい手げてなんですよその中にうちの子供も入ってるわけですさあんなに勉強してたはずやないみたいな感じで5問ぐらいあるから分かりやすい問題でも5回とも手を挙げないんですよ。でんかこう発音のやつでわっと喋るとこも金魚のように口パクパクしてるだけでっ絶対これ喋れてないやそれは親としてる誰が親ってまあまあ俺ちょっと分からへんけども行ったことないからの何てうの お前の気気持持ちちとしてはどんななつらいのまあテーマなんですけどなんんんでで読だや確かにそうよね俺やったら苦手な科目やったら「来てくれるな」と言いたいはずや自分の得意な授業例えば足が速いとか言っ見てくれ分かるけど点であかんのですわほんでまあまあ別に俺は何とも思うからなんで読んだんやろと思ったら親もその自分の子供のとこに行って「 英語のなんかクイズみたいのも2人で出し合いして親子共演じゃないけどもそういうことをしてくださいだから、えー、自分の子供のさんとこの横に行ってくださいって先生が言うわけですよ、はいはい、ほんならそれぞれの親が子供たちに行くんやけど、うん、うちの子供だけ僕に「来てくれんだ!」みたいな「えー、もう混んでええ」って言うんですよ。 なんで,、ね、で読んだよん。確かにその夜わざわざ、ね、したん？お前だけが横行けんかったん？まあ、嫁さんが言ってたわ。うん、嫁さんもずっと向こう行け向こう行けみたいな、えー <laughs> で。最後の最後までなんか口パクパクしてる。<laughs> 何やったかな？何やったの？か何った分からへん。ヘトも思ってないのかもしれへんそのできないことを。 それは言う言うたの、ま「今日仲え」ってなんていうのあや終わってさ「うん、お前全然答えられてなかったやつ」つさヘラヘラ笑ってて「うん、そんなそんなええねん別に」えのって言ってか仲良い友達が多分寄ってきて「うん、ああ俺うちのパパ知ってる?」 うちのパパが多分テレビに出てるっていうようなことをちょっと強調したかったんだかそれはちょっとそれはそれでええねんけどお前ももうちょっと準備しとけ親呼ぶんやったらそれお前が恥かくしなあこのお子さん親で」みたいな言われる「満喫でね来てんの?」みたいな手振ってるけど全然授業だったら下向いて涙ためて涙ためてんのかい なみたいなね。ななというわけでテーマはなんで4弾やと、はい、なんで4弾やでございます採用された方には特製ボールペンを採用不採用に関わらずいただいたすべてのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円を一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントいたします来週金曜日の午前中までに届くようお送りください宛先ですファックスは大阪06-6809-9090大阪06 90 90番メールはおばちゃん m b s 七九ドットコムすべて小文字で obachan(#mbs1179.com はがきは郵便番号 530−8304MBS ラジオそれゆきメッセンジャー今週のテーマ係です。 日靴下のエコノレッグとフーズクリエーションがお送りする今週の「それいけ目線」。今週ははセレクトでですコロッケでご飯は無理漫才師のダイアン・ユースケさんがコロッケ定食への不満を爆発させました6日放送の日本テレビ系ダウンタウン・デラックスに出演したユースケさんは。 コロッケが三つ四つも入ってるそれで飯食えますでんぷんで飯食えますほんまにいもすぎるんですよというと歌手の泉谷しげるさんは俺はコロッケ大好きだよご飯に合うよふざけんなと猛反論していましただどういうことですかコロッケこれ私はダイアンさんにあの大賛成好きにコロッケでご飯食べない だ食べられます?。<laughs> 食べ<る>ご飯ですよ。食べろと言われたら食べ。れますれで,でもおかずコロッケですよ。コロッケとキャベツっていうのあの。メンチカツならいいんですよ。わかります。イモ、ね、で,ですよ。よむしろ大好き。大好きはソースかけたらうまい、お前。ああ、コロッケにソースかけない派なんです。え。<laughs> コロッケにソースかけますどっちかというとお,おやつコロッケで鳥取のが渋いって、はいはい、20日間毎日コロッケやったんですよ晩飯ね、えー、そっから僕とんぼ2年ぐらいコロッケ食べられへんのに、ね、別にコロッケ嫌いじゃなかったんですけど、はい あのそこで分かりましたご飯と合わんなほらいや合わないコロッケ単体でよう売ってますやん天神橋商店街でもそのコロッケ、はい、という形でそれをおやつとして食べるのは美味しいですよ、うん、私も大好きですよあの肉屋さんのコロッケとか、うん、でもそれを買ってきてチンしてご飯って言ったらときめきはしません、ね、ときめきめじゃないけどもよう学食とかでコロッケ定食一番人気あったでそううちはコロッケ定食とミンチカつコロッケ定食しかなかったんです

でもミンチカツですよねそうなったらもうそれはどう考えてもミンチカツコロッケ定食ですわミンチカツのこと言ってコロッケをいこと言ってんじゃろコロッケを全然置かずに白いご飯をかきこもうって思わないですよ例えばロケ行ってね、うん、じゃああのお弁当好きなもん取ります、うん、言ってコロッケ弁当とは言わないでしょう。いや別にあのコロッケ ケをとそうしてもコロッケでしょが好きということではないけども食べれるってこと。全然俺全然食べるし。なんかいやったら別に噛めへんよって感じ。コロッケでコロッケ弁当で噛めへんよ。噛めへんよ。あかびっくりした噛まないのかと思うなんなんなん噛むねほ歯がない。コロッケ食さい。あ噛む噛ま噛まわないよ。噛ま噛まへんよ。あのね大阪長いのにわかるよ大体。噛めへんよって言ったらもうこの年になったら噛まないのか。うちもなんかやたらとねこう。 品数をまあ出すんですけど簡易的なものばっかり出す、うん、だからたらことかつけもんとか簡易的なものでその中にコロッケ出しとったらええ感じなんかなと嫁さん方思ってたんですけどはい、はい、ある日からこっちがオーダーする場でコロッケは出さんといてくれって言いましたね。<laughs> <laughs> こっちがどうしても欲しい時はコロッケ食べたいだという代わりにコロッケ食べたいだというまでもう品数として一品として出さないでくれと。家でわざわざコロッケをあげるか言ったらちょっと大変やからな。 なこでコロッケ別に別にそんな嫌と思う気は僕はないです。ただコロッケの場合はやっぱり食パンの上に。何でも食パンで巻くな、お前。食パンの上。俺、そういうのが嫌やわ。でちょっとで、あの千切りしキャベツをのせて。で、コロッケを乗せてですね、ウスターソースかけて。ちょっとつぶし気味にやって。こ、れ、どうですか。これでしょう。黒田さ俺、食パンにコロッケのが嫌や。じゃ、あお前はコロッケとご飯を。 食べろ、うん、で俺は食パンとコロッケを食べるから <laughs> どっちが美味しそうに食べるか対 <laughs> 決だ。 俺は全部ソースベタベタにしてな。だからそこですよ。そのウスターソースが好きやね。大阪人は。いやだから。ウスターソースでベタベタにしたいんや。何でもソースでしょ。ソース味じゃん。天ぷらでもなウスターソース。嘘でしょ。天ぷら大阪の人はみんなそ僕僕は醤油で食べますけど。醤油？うちはまああのおじいちゃんが何でもと醤油の人やから醤油かけますけどソースは確かに祭りで天ぷらしたらソースかける人いてます。 え、うち天つゆですいや、かっこ言うないや、だって天つゆだもん、<laughs> ほんだもん、天つゆちゃんと作ってるもん天つゆだから食べたら邪魔臭いだよ、多分ソースなの天ぷらでこれね、この前チャチャイレマンデーでやって、はい、ついにチャチャイレマンデーで、うん、天ぷらにソースとかじんソースかけるから、うん、チャチャイレマンデーで、あの、もう作ったんよ 俺そのソースさ例えばインゲンとかやったら俺ソースでもえンねンいんげの天ぷらとかやったらソースでも合う合うと思う少なくともれんこんでもいけるかなと思うけどエビ天は食べるソースであのな高いえ天ソースみんなだから高い天ぷら屋は知らんででももうなくなったか知らないけど天満とかに雑ったな天ぷらがあったんよお酒飲ビールでももうあれはソースやもう ねったら俺だってなあのかねちゃん知ってると思うけど俺あれ頼むにたまに食いたなんねあののりのり弁当知らんよ知らんよ知らんよ知のり弁当なでのり弁当を頼んだ時にこうやってくるやんか天ぷらついとるやんかあのちくわの俺専用のソースを置いてもうてるもんへおいだから一年で二回ぐらいしか食べへんくせによく行くお寿司屋さんのゲソ天なんねんゲソ天美味しいねソースや それは食文化やらいいけどまあロンさんのコロッケでもいいていうのはやっぱり幼少期がかい見えるソースベタベタっていうのもやっぱり子どもの時のベタベタっていうかちょっとウスターソースをすっとかけるやそもそもですけどコロッケとご飯そんなに合えへんしちょっと投票所。 投票しよう。我々でほんならそれゆけメッセンジャー投票しょコロッケでご飯は合うか合わないか食べれるか食べられへんかやったら食べれますん合うか合えへんかやったら基本的には合わない方ですわそれはだからお前負けたらお前あれパイチで茶バチ一緒せよお前負けたどうする。俺もするわ いやでもなな一番はなおでんやなでもおでんとご飯俺はわかんわ。なこな俺わかんねおでんおでん定食のためにあるわかんねもうまそれはわかんね。俺おでんとご飯はちょっとそれ食べられる。おでん茶漬けはいいですか？わかんなんでダメ？それはもう六クシさん思い出すからあかん。おでん豆腐。たさはコロッケとご飯どう？コロッケ大好きやからコロッケうどんとかも食べます。東京はありますねコロッケうどんね。うどんはわかんね。 <laughs> コロッケ大好きや言ってるのスーここでさ新しいメンバーが参戦してきました <laughs> コロッケが大好きやかえコロッケのご飯、えー、簡単ねこれ <laughs> 大阪人多分みんな好きやしちゃうかな。違うって。みんな苦笑いしてますやん。ほら大体ほら、見てくださいよ。ちょっと、あれは出身のね。阪大出身のプロデューサー。お前どこな出身大阪かあこれまだちゃうねん。今日はちゃうね兵庫でもあれやろ。だいぶ遠いとかやろ。ちゃうのかい。あいおいとかやろ。 たるみ、たるみか、たるみ。あ、違う、違うですよ。だって、あま、あれ、コロッケ定食食べへん。ほら、食べない。赤嶺ちゃん、どこよ、出身、大阪やろ。なら、食べへんが、せんべいやならは。食べる。コロッケ定食食べる。ほら、食べ。ほら、ほら。ちょっと、投票してみよう。投票。人気ない、はっさだけが味方や。ちょっと、投票してくれ、ご飯、そのコロッケ。 定食言うたら若い太田でもコロッケ定食は食べるあいつあれやもん群馬やもんいやそんな分け方ありますよむしろ群馬やから食べるんちゃんじゃじゃ東京に行けば行くほどのウスターソースの文化ないねんうちの東京の人とかコロッケとかあんま食べたがりませんねあれ田舎者のクーポンだよ一番お前が田舎者やないかコロッケはおやつなんですよやっぱりそんなことないよなねおやつでねそのちょっと通りでパッとコロッケはコロッケパンですコロッケパンね、そそそううう、さん

ススーパーコスモアライコーパコんグループの提供でお送りしまますすいません相原ですがどうか背中を押させていただけますか神様ありがとうこのコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知ってる相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです前回の悩みでございます、はい、君はバラのような トゲがあったさん、36歳。転勤者名古屋の百貨店の向かいで働くお店の従業員さんと仲良くなりましたと、うん、結婚を前提にお付き合いしておりましたが彼女のお父さんがガンで亡くなり、えー、亡くなったことをきっかけにプレゼントや連絡を取送ってもだんだん音信不通になりました、うん、3月に LINE をすると「うるさいですいい加減にしてくださいほっててください」と言われましたその後ブロックされました「もう帰ってこないのでしょうか」うーん なんかもうこれは嫌いになる時で女性なんか特に一瞬でね冷めちゃうとシャッターがパタッと閉まっちゃう。というもうね一回離れたらこの向川さんシャッターは開かないんでしょ開きません二度と開かない二度と開かないです無理に開けたとしてもうその時はいないそうですね私の姿はないでしょうですねあらそうですねあらそうでねあらそうですねああうこ 冷静に考えたらみたいになった時に、うん、あんまり好きじゃなかったわっていうこともあるんですかねその,その時がちょ,ちょっと気が落ち込んでたりとか人肌恋しかったりするだけで<う>なんか自分の調子がカッと上がってきたら、うん、もうなんでやとだからこの「君はバラエティトゲがあったさん、うんはい、気ぃ付けなあかんのがね、うん、今これまあ一般の方やけども例えば水商売の人とかは惚れさせてなんぼやんかそれはそう確かにでそれで ああ言うたはずやこう言うたはずやっての全部真に受けてたらこえらいことなるやんかんそんなもの,の大人の社交場合そのシャレのやり方やねんそうやねんなかし合いやねんからいなでそこはそこでこっと,と決めれたけどそうじゃなくてこの自分がいいように変換ばっかりしてたらそれはやっぱり 辛いよっていう話じゃないですか。さるものを追わずでしょ。あ、そんな感じ。本当。女女性が去っていくときにずっと悪口言われる。頼むからとか言うたらもっともっと嫌いになってくるでしょうね。武田哲也さんの本にあったわ。武田哲也さんが追いかけていった。追いかけで行った。そんな感じですね。でも別れたいんやって言われて好きないとか出来ないやってとわかったと。 じゃあ最後に中だからさしくれってでめっちゃ嫌われたって書いてます。ー最低やわ。い<や>一番いいこれはでも気持ちはわかるかそれはもう哲也さんは本だから中って言ったんですよ。よ <laughs> 本だから中でしたんです。<laughs> 本当はんです、ね、本は本当に言ったセリフは違う。違う。なんとなくああ。ラストワン。<laughs> ラストワン頼むと。<laughs> 最低ですね本当に。最低やけどしゃーねこれがね、えー、意外と男性の本音ですよ。そうなんですか。うん、うわこれあのお返事いただいておりますが、あの。 とても長文だ時間の限りがあんねんから長文で長文で何でそれはやっぱり先週の放送聞いたときに自分の救いが一つも多分なかったじゃないですか俺もあいやらもなしかもあれ誰ギッシャンもやったっけギッシャンもな誰もほら誰はでもね一般的に言うてそうやろ今聞いてそうだと思いますちょっとね冷たいこと言うやけど何かここになんかねもしかしていけるでしょとかおいらはそういうね えらいことになっても困るしね,そう,ですねそうやそうですだって大体そのねこの何あの名前を、うん「君はバラのようなトゲがあった」。 クエスチョンもうここでもう未練たらたらやからそんなもん血だらけやんだトゲだらけやてそれ女性ったらものはそういうもんのかもしれんやん僕らもあります若かりし頃こんな苦い経験ありますでもちょっと長いので抜粋してちょっとそんな長いそうなんですじゃもうちょっとね全部読めなかったんである程度抜粋して聞きましょうよ抜粋してねせっかく誰が抜粋したんえっとハッサンが抜粋しましたまなんだう抜ととかできへがいこ一応ね一応聞いてみましょうせ いただきます。半年ぶりに SNS でメッセージが来ました。申し訳、そうです。申し訳ございません。もう話したくありません。めちゃくちゃ。そこまでなれるかね。それ言い過ぎやろちょっと。あなたは一生懸命私に尽くしてくれますが、それには答えられない。自分のことも嫌になり、一緒にいると体調が悪くなるんです。 別れてください。これ以上関わらないでください。めちゃくちゃやないか。ここまでが、まあ、メッセージ。ひどい、ひどいわ。なかなかのあれやね。まあ、はっきりしてますよね。やっぱりね、ここまでというね。まあ、今後またいい出会いがあるかわかりまが一秒後にも結婚したいという気持ちを強く持っていきたいですと。今回は一秒後わかんない。採用していただき、ありがとうございます。これね、本当に我々経験上言いますけど。一分一秒でも早く結婚したいって言ったら、ろくなことないねんから。大体な。私もそう。ね。 言葉はあんまり良くないかもしれませんけど、うん、ババを掴む。<laughs> い良くなさすぎ。いくらなんでもひどすぎ<や> <laughs> 結局ね、はい、そのそこに付け込んでくるやつがやってくるのよ。そうわかるからね。うん、こいつ結婚したがっとんだ、ねうんうん、女普通ねお付き合いするときに、うん、まあお好きやけども、はい、その結婚を先言われるとやっぱ男の男も女も行くじゃないですか。ちょっと言います。すええってなるけどそれに通称っていうやつで。で 半分俺もうここまで好きやったらそれこそ結婚前提のアプリあるじゃないですか結婚前提でお会いするアプリの方がよくないですかはっきりするのよ。はっきりしますよね。年収もはっきりしてる顔もはっきりしてる今ね要はそのマッチングアプリ流行ってるし実際それで結婚した人もおるしこれ分かりやすいねん。例えばこの彼みたいに1分1秒でも結婚したい結婚したいって言ったら本当にねそれが言霊なってね あの、それを利用しようとする人間は出てくるんですよ。まあ、本当に、その隙を与えてはいけない。いいね、そうですね。うん、僕たちゃ、身近で知ってます。うん、人だ <laughs> な,な。な、辛かったに本当に。いさこぞうが、もう血だらけでした。<laughs>

体調が悪くなるんです。そうこれ以上関わらないでください。ぶちゃぶちゃやか。すごいですよねこれね。なかなかの心臓ですか。なんか日めくりカレンダーのなんかモンとか入れます？いやいやいややめません。では今週のお悩みいきますよ。えラジオネームくるみもちさん大阪府の方でございます。隣に住むおばのことで相談があります。おばさん。おばは一人暮らし歴も長く長男家族は東京に住み娘二人はそれぞれ栃木先 で同居しています私は結婚して隣に父の姉が元々住んでいた一軒家に家族で住んでいますこの叔母、父の兄嫁で血のつながりがありませんしかしはい、長男家族が東京暮らしになったのを機にセコムに加入をしましたセコム、ね、この契約は長男が一人暮らしの親を心配してのことで、うん、それはいいのですがいいです、ね、もし倒れたり応答がない場合の第一連絡者に私の家の電話番号を登録しているんです 契約当初の十数年前は何も起こらないだろうと、まあ、安請け合いで了承しましたがここ最近同年代の高齢者が倒れて入院したり亡くなったりが続きふと「身内でもないのに」 一番に連絡されても困るし家の鍵も預かってもいないし普段から預かっているのもどうかと思うとなり娘の一人は比較的近くに住んでいるので普通はそちらが一番先の連絡先だと思うんです隣で何かと心強いみたいなんですが私にしてみたらいつでも駆けつけられるわけでもないし万が、ね、一のことがあれば責任が重すぎますこれが身内でないメインが一番に登録されていることをおかしいとならないおばにどのように伝え えたら、角が立たず、気づいてもらえるのか、相原さん、お力をいただけたらと思います。これがある程度、お年いったおば様に直接お話するよりは、うん、こ,こちらの。 お子様まあ長男でも、はい、まあお姉さんでもいいでしょう娘さんでもいいじゃないですか、はい、そこでまあこうこうこういう事情で私まあ知もつながってないし万が一、はい、万が一のことがあった時に私も責任持たれへんのでやっぱりお身内の方で、うん、まあお電話番号やっぱ変えはった方がいいんじゃないですかって何の土器もなく普通に説明したら、はい、普通の人間ならそうですよねって言わないですかね。 僕がそのおばさんの子供をやったとしたらそらそうやろうなってそらあっちもつながってない人に電話行ってもしかしてほんでもしかして熱中症とかで倒れられてて、はい、駆けつけられへんからもしかして重篤な病、ね、ことになったって言ったら。うん <laughs> 多少でも責任感じるやんそれはだって感じる必要ないですもんねま隣同士だからちょっとしたことはねもちろんあれですけれどもただ連絡先とかなったらそれはやっぱりお身内でねだってマンションで隣の人が何かあった時隣やから言って連絡先私のうちにしませんがもしかしたら昔ながらの考えの人やったらそれはあるかもしれない今言うてるみたいに田舎とかねあるどもしれんけどもまあ身内が置いてるんのやったらそうですね だからそのまあ、はい、お,おばさん自体で連絡先くらいわかるんでしょわ、えー、かると思いますけど、ね、まずまあその長男さんなりお電話してそんな嫌がらないとは思うんですけどね,、うん、けどね普通にもノーマルにノーマルに喋、はい、って,っって何をなんか悩んではんのかもう逆に言ったちょっとらんのなんか ちょっとだけ罪悪感感ある感じ,じねお人よしなやろょうかってうとあとご本人に言わなきゃいけないと思ってるところじゃないですかあ,あんまりね高齢の人に言うとねす、うん、ねる,可能性があるから性そうそうそうだ本人じゃなくていいと思うまだ、ね、だってご本人がご本人に何かあった時はご本人が倒れた時やんか、うん、そうそうそうだから誰に電話行ったからってご本人は、うん、そんなそこであいつに電話したんかとかならへんからばあ <laughs> ななななさんがね <laughs> 嫌ったらね しつこいよばあさんが嫌ったらしつこいばあさんが嫌ったらしつこいじいさんが嫌ったらすねるすねるねすねるの一遍な挨拶うんぬんがんぬんは変えずただその時のやり取りはお子さんとやったらいいと思いますそれが一番いいのではないでしょうか皆さんもうっすら知っている愛原に迷いをぶつけてみませんか迷っている事柄を詳しく書いてお送りください採用させていただいた方には愛原直筆式紙と ボールペン、ステッカー、キーホルダー、千尺札、そして向川お手製ステッカーをお届けいたします。はい、えー、色紙とステッカー、三枚。三枚。はい、い向川さん千尺札でしたっけ。千尺札。二枚,枚。二枚。はい、お送りいたします。 それではいただいたメッセージご紹介しましょう宝の持ち腐れです宝の持ち腐れですテーマはラジオネームレインボーパパさんです現在51歳独身です若い頃から格闘技を25年続け今はやめていますがほぼ毎朝30分から1時間はトレーニングしております身長175センチ体重65キロ腹筋が割れ胸の筋肉もあります服や靴も切りかけておりますでもでもハゲですハゲていますいいよ。もう生えて いきませんいいよだからモテません何もない深井さんハゲの男性は体をいくら鍛えても魅力ないものですかね私の体見せる相手も場所もなく宝の持ち腐れですいやそんなことないです体グッとしてる人好きじゃん私ねあの実はね髪薄い人好きなんですよ髪薄いですものすご髪の毛薄いですものすごいくはないですけどまあほどほどに薄い薄いの大好きなんです大好きはい。全然あの髪の毛の量はもう問題ないです芸派が好き

いやケーです」じゃないでんだからあんた既婚者やから何を求めてんのよ綾らさんこの筋肉の方はいやだから多分自己愛が強いから体を鍛えたりするのが好きで普通やったら多分モテはるんだと思うんでし行くとこ行きゃねなんか聞いたらね意外とハゲあんま気にせい女の人多いねんけど性ちっちゃい方が嫌や言われるな。 あ、まあでもく方は小さいのが好きっていう人もいますしね。あ、そうギッちゃんそれよあ、ギッちゃん背が大きいから。ちゃん<ー>か向かさん何センチ？私百六十二センチ。おんなそれより大きかったらまあええわって感じ。そうですね。あ<ー>、あんまり背も気にならないです。体重も半減も、ね、何も気にせえないな。気にするところは一つだけね。 何言ってんも、えー、う、<laughs> もう、どっかちょっと。あ、冷たい水入ってこい。な。あ、やら。体がポテトるわ。ラジオネーム、量産型ぼくさんです。うん、宝の持ち腐れといえば、我が家の女軍団です。うん、嫁と長女は美容師の資格。次女は保育士の資格を持っていますが、うん、誰もその仕事についていません。<う>嫁はともかく、長女、次女は高三の夏にいきなりそれになりたいと言い出して。入学金やら、なんやら準備するのに<ら>、宿泊しました。しかし、資格を取った三年後には。 人の髪の毛切るの嫌や,やと長女実は子供苦手やしと次女今は飲食店で働いていますこの宝の持ち腐れに金返せって言いたいところですが毎日楽しく働いているみたいなのでよしとしております。 将来でも行いや生かせて自分で払わさなあかんって<あ>専門学校っていうのはやっぱり自分の職業のためでしょ、はい、一番大事なのは何の仕事もそうんですけどもお金を稼いでお金を払うということの大事さをまずね、うん、専門学校のところで一個教えなあかんのよなるほど大学ならまだ別ですよでも専門学校ってやっぱ学な自分がなりたいなりたい,いうてんねんから、うん、これはねやっぱりねお金持ちであろうがなかなかあろうがやっぱりそれ自分で払わすべきやと私はそう思いますねうん、うん、ねバカにしてんの <laughs> バカとんのかおい欲求不満女。<laughs> <laughs> でですか要求ラジオネーム東方保守府さんですね旦那が昨年末に友達が市民マラソンに出るため毎朝ランニングしていて体の調子がめちゃいいらしいと「俺も走るわ市民マラソンに出ると言い出しました」「57歳のランニング初心者が続くわけないと思っていましたが案の定1週間ほどして足が痛い腰が痛いと言って走らなくなりましたそして旦那はそれを靴の整理してやっぱり足であった靴じゃないと」といアシックスのお店で足のサイズなど細かく測ったりして。 はい、高価なランニングシューズを作りました、えー、5万円ぐらいした靴は届いた時は嬉しそうに眺めていましたがそれからそれを履いて走ることもなく<ら>今でも靴箱の隅で新品で眠っています<わ>私がもう走らないなら普段に履けばというともったいないと一括<ー>5万はな万は確かにこれは宝の持ち腐くされでたいいこういうことってあるんよねんなんかこうてもっ 高いからつけにくいとかいうのはありますよ。一<ー>万円以上の t シャツとか僕なんかそうですもんね。やっぱりちょっとな。一万円以上の t シャツはもうやっぱり、そのか。 た夏場一回も着ないたり、えー、伸びたら嫌や伸びたら嫌やしと <laughs> っておきに着ようそのとっておきの場面がない,い,な来,ない来ないみたいな俺も結構ええ時計持ってるんですけどやっぱ用紙でい,いかんもんねもし外してどっかもうそればっけ気になるから貧乏症が身についてるからなくしたら嫌だそう顔洗ってる時とかね例えばほんならちょっとサウナ行きましょうそこに入れとかなあかんとかなった時に、うん、もうそれが気になってね、えー、汗も出ないんですわサウナの <laughs> 緊張で好きになってきてやっぱりもともとのお金持ちじゃなかったらつけたらあかんなと思いますそうね言い方あるだったの <laughs> い,やいやそうだな,なんかわかるでしょこれなんかやっぱりねもう車とかでもせやあんまり高い車乗っててあそ,<の>それはわかるいや今これ置いてるけどもし当てられたらどうしようみたいな俺もこのも自分の車そんなあのタイトな車ちゃうねんけども、はい、もうね ぱっと行ったらあ駐車場止めてても戻ったら赤いのガッついたんねえ、ついてたのもうあ当てられてえ、それはほんねんもうそれだけで何万や五万とかやね。これもっと外車の方がやつとかやったらもうなぁないですよショッピングモールでも一番車の少ないところで止めてますかそれが一番ええねんすっごい歩いてきますしあとはあやらあれやな雨降ってても絶対窓から出雨降っててもとりあえず窓全開にしてびしょびしょになってバックに入れます なんでなんでなんであれわかんない。わかんないです。やり方がわかるの。わかる。バックボリタのバッの味方わかるから。びっしょびっしょだと。さあではえ今日のさっきの最後アヘラ読んでくれて、これはもう本当高のランのですか。これはわかる。はい、3,000円はい、プレゼントいたします。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは今日の3,000円の当選者の発表でございます。堺市のラジオネーム緑の女神様。 加西市にお住まいの大根菓子から人参菓子にさんです、えー、そして大和郡山市の高松玲子さん以上の三人の方々ですおめでとうございます,いますそれゆけグルメ愛知県産のマスクメロンの当選者です大阪市東住吉区ラジオネームまっちゃん神戸市東名田区のラジオネーム味噌汁大臣そして生駒市のラジオネームふりパパさん以上の三人の方々ですおめでとうございます、えー、来週も番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から 抽選で三人の方に現金三千円をまた三人の方にそれゆけグルメをプレゼントいたします、はい、え今週はですね<何>鹿児島県産のさつま揚げの詰め合わせ、うん、うまいねやこれ美味しいほんのりあのコクの甘さがあってね,ね,ってねあれは、まあ、鹿児島の本当に美味しいねはい必ずおところお名前連絡先電話番号お書きになってお送りくださいプレゼントの応募には合言葉が必要です今日の合言葉コロッケコロッケコロッケ とお書きになって、お送りください。お待ちしております。え、うん、来週のテーマはなんで四段やでございます。こちらの方もお待ちしています。なんで四段やな4段な。なんで四段,、ね、段や。な、はいうんで四段や。はい、えー、大阪零六六八零九の九零九零、メールはおばちゃんアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。はがきは郵便番号五三零の八三零四 M. B. S. ラジオ、それ行きメッセンジャーです。えー、ファックスで個いただきまして。はいはい、えー、ラジオネーム、こんちゃんならぬとんちゃんさん。とんちゃん。うん 僕はプレバドに出ている清水真弥さんの大ファンですあ<の>そこで向川さんにお願いがあります、はい、サインもらっておいてください <laughs> いつ渡しましょうえ、くれそんなんいいのええのいいですよ、別にもらう分には全然構わないですそんなんたらいっぱい来るですよ、なんかクレイン、だからいつ渡しこの人に送ってだだんだん腹立ってきませんか、向川さん、渡しのはないんか全然構わないですそんなんええの全然構わない意地悪するんじゃんどういう意地悪

おまけのコーナーお便りいただいております北区はラジオネーム天録のアーミーさんですね、はい、皆さんこんにちはとこんにちは私は韓国の BTS 特にシュガの大ファンですとアイドルは知っているのですが韓国ドラマはイテオンクラスしか見ておりません、うん、詳しいムカさんおすすめの韓国ドラマを 教えてくだうん何その顔何そのふにゃっとしたつぶれた顔何つぶれた顔普通やわ何やそんな顔してたから今うち嫁さんとも見てますけどじゃあ横で一緒に見ようかとは僕はならないもんですからこれ今見てますけどね見てんのドラマあら何見てます ルールブック、あれいいでしょ、むちゃくちゃいい話なんですよ、テンション上げるのだけやめてもらいますよ、僕が言いたいんですよ、あれね、ピッチャーね、なんちゅうドラマのタイトルなんですか、刑務所のルールブック、刑務所のルールブック、なんか、メジャーリーガーに行くほどの、リーガーに行くほどのピッチャー、韓国のプロ野球のピッチャーが、妹さんが強姦されそうな相手の男を、殺してしまうんですよ。 でそれで刑務所に入って入っでそこからこうまあいうたらいろんなこう事柄が起きていって、うん、っていうまあ有名人だから中で入ってる人たちも知ってるわけですよプロ野球選手だと、うん、でもそこで彼を守ろうとする人と彼をそんなやつをいじめようとする人との中で彼は彼で人間として成長していく言ったらもう野球しかできない人だったんですよでもそれが刑務所に入ることによって人間として成長していくってもう涙なしでは見られないドラマなんですよ涙は別になしじゃなくても大丈夫でだいたいよ私号泣しないらどっちなんですか 泣きます片っぽは全然泣けない全然泣けないことはないけどいやいい話ですねあれはむちゃくちゃいい話あの主役の人ちょっと東野さん似てますよねあちょっとね <laughs> <laughs> そういった東野さんもそういう何でもドラマはめちゃくちゃ見てる、ね、あの人でしかもアニメもね,アニメ,ねアニメオタクが そうなんですか<の>アニメも。っていうほど知ってる。へえ。でも韓国ドラマもしょっちゅうあのインスタにこれおすすめって上がってます。ます僕もたまにまあだから見ますけど、よくできてるわね。よくできてる。なんかおしろうさんなんか言うのがその恋愛ドラマはミーハーくて、はいはい、そのヒューマンもんは韓国は面白いっていう、ね。すごいリアルなんですよやっぱり。韓国社会ってこうなのかっていうぐらいリアルなんです <laughs>、あのー。なんか大体出てくる人がな財閥のえっと人とかがあ<な>あ。あの韓国ドラマあるあるっていうのがあるぐらい、もうもう財閥で格差、ねほんで。 えっと記憶喪失で DNA 鑑定え取り違えとか <laughs> その相手も必ず無ず昔のだから赤いシリーズみたいな感じもちょっとあるんですかあのねごっつい違いを感じることがあんのは日本のドラマと残虐シーンってあるやんかはい、はい、暴力シーンあれ,、うんうん、あれがね。 超リアルなだからもしかしたら相原が見るとお前あかんやんすそういうの。だからあのね日本って多分これ殴ってないなみたいな感じやん当たり前やけどまたすぐに子供が真似したらみたいなんけどんかね向こうはねもう本当にそのごっつい音っていうかあこれほんまに殴ってんのちゃうかぐらいなんとあとリアルなの 傷とか例えば死んだ時の顔とかの,そのメイクがすごいなとは思う,、はいうね、と交通事故のシーンすごくないですか,確かにな交通事故のシーンなんてもう,もう本当に、ね、一,一回もブレーキ踏んでないよねっていう勢いでバーンぶつかるんですよ<ー>もうそれはそれはリアル。 ちょっと悔しいんで、日本統一の話して。悔しいんですか。ヤクザ映韓国ドラマ。日本統一。韓国ドラマのね。日本統一あるある言いましょう。日本統一の話はしてへんやろ、その人がよ。日本統一しか見ません。韓国ドラマ。って分かって、前聞いた本で。お前、前言うた、忘れてるって。ヤクザの大門。いや、いいそんないい。それは結構です。 どう、いいですか?。何、うん、何、何、何をおすすめ。なんか黒田さんはその、刑務所。今見てます。刑務所のルールブック。長いもんな、あれな。あ、そうですね。えっと、私でも、この間76話っていうのを感想しました全76話。えっと、紳士とお嬢さん。いや、ちょっと待って、それ76話はちょっと長ない。いや、これがね。もう見てる間で、年いったんちゃいます?。前は。 そんなことないですよ。誕生日も迎えてないし大丈夫です。全部終わってたら急にだからゲットリってたちやつです。むちゃくちゃ面白かったんです。こ全76はもうまないけども、あのよ見てる間に忘れて持ってまた1話から飛んでっちゃうか。そんなことない。でも1回全部見てもう1回見るっていうのありますよ。今あの萌え俺向川さんに言うやつ何でしたあれ。何？萌え。いじめられるやつ。いじめられるやつ。いじめっ子がいる。グローリー。グローリー。ザグローリーも。すごい。これはいじめ いじめねこうね女の子これなこれはいたやつ全員に順番に仕返ししてくる女の子がなんか結構ハードなやつ多いですねでもあのキュンキュンラブラブもありますよちょっと釣りバカにしろ話でいやちょっとまあその二つやないか大体ねもう出てきませんよ仕掛け人藤枝バイヤのええは重いわ重いね肩客商売のそっちの方が重いねんって 今おすすめはセレブリティを見てほしいです。その七十六話。え、うそれはね短い十二話っていう見やすいあの長さなんですけど。セレブリティ。はい。現代社会です。これはもう本当に現代 SNS を駆使してここまで成り上がるっていうものすごいある意味怖いけれども女って本当怖いな気をつけたほしい。セレブリティ。これ今多分ね日本のトップテンの三位ぐらいに入ってます。なるほど。大体あれですかねネットフリックス。ネットフえっとこれもネットフリックスです。大体ネットフリックス多いな。はいネットフリックス多い。違うのも見てます。四つぐらい入っ 私入ってますんで。なるほど。はい。もうおすすめです。ぜひ。うん。何それ。別に大した興味刑務所のルールブックでもう止まるんですか。<laughs> いや今はとりあえずまだゆっくり見てるからそのぺんにガーって見るのいやないよ。ゆっくりみたいな、ね。 それがちゃうなと思った、まあ、相原ってにね、お便りくれたら、また、おすすめの本んわかしたやつを。本んわかしたやつを、またお届けしたいと思います。釣り馬鹿にしなわんね、あれ。え、二十までです。二十までや。二十までです。はい、二十。でも、結構長いですよね。だから、一本が長い。もう、二、時間。まあ、二時間ぐらい。まあ、でも、サクッと。まあ、あまりね、心が、あの、かき乱されることはないから。な穏やかに見てください。まあ、まあ、まあ、だから、まあ、それで。でも、ラブ。 ラブが見たかったらもっとラブラブってのもありますからぜひそれもあのいつかご紹介してそんなラブラブなの見られたら旦那つらいよな旦那とは見ませんわかってるけど、うん、ラブラブなの見たらちゃんといらんわらえ,、ね、えなんでなんでどうどうしてですかよくおごってアニメは見な,いのな王女アニメ見ないですケイゾーマおもろいやなまあね僕もちょっと見てましたからねあの子供たちは見てます、うん、とか推しの子とかねあれはおもろいわ、はい、ケイゾーマなうん、うん でもまあ、韓国ドラマでっていう話だったんで、はい、すいません,すみませんお前がそ,の <laughs> そうじゃあればか,りか一,番一番ね天禄のアービーさんはそういうオーダーだったで、ね、<laughs> <laughs> そういうオーダーだったのでねアニメの話はされてませんのでそれはもう結構ですっていう、ねはい、またぜひご覧になってください、はい、ありがとうございます